ダーリング崖、スワン川、パースの映像。イメージサイエンスアナリシスラボラトリー、NASA より。ダーリング崖は、オーストラリア西オーストラリア州パースの東を南北に走る低い崖である。この場所についての最初の記述は1830年代の地図に見えるダーリングズ将軍山脈である。これは後にダーリング山脈になり、20世紀に入ってから、 ダーリング崖と呼ばれるようになった。この場所が山脈でなく崖であると分かってからも20世紀末まではダーリング山脈という名前が付けられていた。ここ、パースヒルとかヒルという名前で呼ぶことも多かった。1830年代、ダーリング崖を横断した探検家として一般に知られるのはエンザインデールであるが、彼はキルドフォードから出発して、 グリーンマウントヒルの南側へ向かい、ヘレナダニを通過したと考えられている。ケルムスコットからのダーリング崖ダーリング崖は、古代の断層で、パースの堆積盆と、大陸内陸の安定陸界を分断している。すなわち、西にある県政界の時の堆積物を、東のイルガンクラトンから分けている。堆積物で渦もれてはいるが、断層の存在は、 地球物理学的な証拠となって残っている。ダーリング断層は 1000km にも及び、西側が沈下して、最高 15km の落差が見られる。イルガンクラトンの太古代の花崗岩とヘンマ魔岩が、パース大地の周りの高地を形成している。パース大石盆は、パースの直下の第3層と第4層で、貝殻を豊富に含んだコキーナと、トラバーチンと石灰岩を含んでいる。 パウスは最終表記の先進予から後進予の間にできた砂丘の上にある。堆積本は沖では侵食された石灰岩と砂状の石灰岩がケストとなり海面下の岩礁を形成している。しばしば気象庁は丘陵地域とスワン海岸平野とで違う天気予報を出す。暑い夏は崖を越える強い東風が発生することが多く、 パース空港を離着陸する飛行機にとって深刻な問題になる。1999年にはダーリング崖を越えようとする風がうねることで乱気流が発生し、滑走路から着陸中のボーイング747の片方のエンジンが滑走路に衝突し、破壊されるという事故が起こった。ダーリング崖はここ100年間、採石、林業、防気サイト採掘として利用されてきた。 高品質のジャラの森林があるため、材木を運ぶ広大な鉄道と工場。そこで働く人々のコミュニティが存在していた。20世紀初め、ダーリング崖を流れる川の大部分は水確保のためダムが設置された。南西、ヤラガディ大水槽をはじめとして、パウス大石盆にある主寺の大水槽の東源がダーリング崖である。この崖は、 パウス堆積本の淡水の地下水とイルガーンクラトンの公園分の地下水を隔てている。崖に沿って建設したダムは水に加工岩から漏れる塩水が混じってしまうため、水の質を維持するために定期的な洗浄が必要となっている。崖の端では20世紀初期から半ば頃多くの採石場があった。ヘレナ川が流れる地域にまだ4つの採石場があるのがわかるが、 50年以上使われていない。崖の西側にこれ以上はっきり見える傷を作らないために採石場の開発は20世紀末に法的に制限された。20世紀末、広大なジャラバヤシに防気イとの交渉があることが分かったが、鉱山開発反対の抗議が様々なところから起こり、政府と鉱山開発者は開発の提案をやめることになった。ありがとうございます。